シンガポールでカップヌードル、ちょい足しアレンジ、パート3。みなさんこんにちは。セールコーナーでカップヌードル味噌味を発見しました。またやっちゃおうかな。鮭おむすびも買うよ。撮影日は4月の5日。今日じゃん。味噌味はおむすびに合うランキングで1位です。だからおむすびも買ったの。味噌味が発売された時、日本では入手困難になりましたよね。今では普通に買えちゃうけど、お湯を内側の線まで入れます。白鳥と猫ちゃん。時間は短めに設定。さあ、できたかな？カップヌードル完成です。まずは普通に混ぜ混ぜ。バターを入れて味噌バターにしても美味しいよ。でもね、今回は違うの。じゃーん。鮭おむすび。サムライスで購入しました。あら、ぴったり。大胆でしょ？見ての通り、めっちゃ最初は食べにくいです。鮭おむすびを入れて、北海道のちゃんちゃん焼きをイメージしてみたの。邪魔だな。おむすびにスープを染み込ませるので、先に麺を食べます。こうやって見ると、めっちゃわんぱく。鮭と味噌って合うのよね。海苔も柔らかくなって、おむすびも崩れてきました。ご飯にスープが染みて、うまい。麺がなくなったら、スプーンで食べた方が食べやすいよ。ごちそうさまでした。いかがでしたか？これにバターを追加しても美味しいですよ。